神津島は伊豆諸島の島の一つで、かつ火山の火山島。東京都神津島村に属する。キャラクターは、カンムリンとカンムリーナ。伊豆諸島の友人島としては最も西にある。本島と最も近い友人島は、東北島に1 0キロメートルほどに、ある、敷根島。地質は、後期更新用以降の火山活動で形成された、主に、 流門岩の溶岩ドームの集合体で構成されており、新島同様炭性火山群を成している。島の形は氷炭型をしており、天井山を中心とした北部と秩父山のある南部とに大きく分けられる。本島のシンボル的存在である天井山は旧世紀の噴火で形成された溶岩ドームである。俗日本五記では838年に大規模な 噴火をしたことが記録されている。山頂部は比較的に平坦で、ここに氷砂漠、裏砂漠と呼ばれる砂地がある。また山頂部では、本州では2000メートル級の鉱山に生育しているような鉱山植物も見られる。南部と北部の間の西側の舞浜沿いに主な集落がある。島の他の地域には、地滝川、あざこう所山のように地があるが、この地域には、 自も町名も指定されていない。三倉島や青ヶ島など、伊豆諸島には断崖絶壁に囲まれた島が多い中、神津島は比較的平坦で砂浜海岸が多い。また近海を黒潮が流れており、観光事業は発足していないが、マッコウクジラなどのクジラ類もいる。透明の由来は、伊豆の島々を作るために、神々を集めて話し合う場がこの島であったことから。 昔は、柏島と書いた。本島は、840年に、伊豆国下郡群下三島として、名が現れる。神津島では、砂ぬか先やサージリ湾、他温瀬島で、黒曜石が産出し、後期旧石器時代から、石器の材料として採取され、大量に本州に送られた。そのルフ範囲は広く、東は、東京都、西は、静岡県西部。 さらに内陸部の山梨県北都市の横張り前、久保遺跡にまで達し、半径約180キロメートルまで広がっていた。これは同時に、旧石器時代の人々が船を使っていたことを示す、貴重な間接証拠でもある。採掘は縄文時代まで続いた。神話によれば、伊豆の島々を作った神様が集まるところということから、柏島の名が生まれ、それが点火して、 神津島と言われる。古文書の中には、柏は塔と書かれたものもある。江戸時代初期、キリシタンの朝鮮人女性ジュリアオターが、流罪になり、神津島で没したという伝説があり、塔内には、墓所とされるものがある。また、ジュリア祭が毎年行われている。ありがとうございます。